サッカー漫画。サッカー漫画は漫画のジャンルで、サッカー、またはサッカー選手を主題にした漫画を指す。サッカー漫画の定義としては、サッカーの試合における選手の様々なプレイや戦術を描いたもの、試合そのものよりは、登場人物の生き方や内面を描いたものなどが挙げられる。また、漫画家の村井田健一は、試合の中で個々の登場人物が抱いている背景や、 個性を徐々に開示することにより、読者を作品へと引き込み、試合を着地させることで感動を与えることが、サッカーマンの理想と評している。サッカー漫画の起源は定かではないが、サッカーの試合の模様をコミカルに伝えた、イラスト、サッカーと、国際政治や世界情勢とを結びつけた、風刺画は、ヨーロッパや、南アメリカにおいて19世紀後なから20世紀。 初頭に登場している。第二次世界大戦後の1950年代には、ヨーロッパにおいて、複数のサッカー漫画作品が登場しているが、これらの作品は、コミックストリップ形式を採用している。日本では1960年代に、サッカー漫画が登場しているが、人気作品は、アニメ化や、多言語に翻訳され、世界各国で紹介されている。 1960年代中期の日本国内では、鎌本国主家や杉山隆一といったスター選手が出現し、青春ドラマの題材としてサッカーが取り上げられるなど、サッカー人気が高まりつつあった。こうした時代背景や、それまで野球や格闘技が中心だったスポーツ漫画のジャンルに1960年代後半に、ハイリバレーボールやテニスなどが新たに加わるなど、 多様化したことにより、サッカーを題材とした作品が現れるようになった。この当時の代表的な作品として、赤基地のイレブンが挙げられるが、根性的要素の強い、いわゆる、スポコンものであり、当時のスポーツ漫画の手法として、一般的だった巻球の描写が盛り込まれた。1970年代初頭を過ぎると、サッカーを題材とした作品は減少し、サッカー漫画は、 ヒットしないという評価がなされるようになったが、一方で、スポーツ漫画における人気ジャンルだった野球漫画すでに飽和状態にあったこともあり、1970年代後半に入ると、再びスポーツ漫画の新しいジャンルが模索されるようになった。1980年代の代表的な作品であるキャプテン翼では、かつての根性的要素は、薄れ、選手の才能によって、 物語が進行指導者にサッカー指導書のようなイメージを抱かせる作品となった。作者の高橋洋一がスポーツを楽しむことが基本であり、楽しみながら上手くなることがスポーツの理想であると語るように、サッカーの魅力を伝えることに重点が置かれ、漫画の基本である小回りを大きく崩した表現手法を多用することで、サッカー競技の持つ流動性やダイナミックな動きを表現しようと、 試みられた。この作品はメディアミックス展開により商業的な成功を収め、後の日本サッカー界の流星に影響を与えることになった。また、学園漫画の設定の一つとしてみなされていた、サッカー競技の漫画に蹴る立場を一変させ、競技の持つ特性が描かれる契機となった。この時代には、等身大の小学生たちが努力する姿を描いた、頑張れ。 キッカーズも人気作品となりアニメ化されたほか、中学や高校のサッカー部といった学生スポーツを題材とした作品があまた登場した。その中で高校サッカーを題材としたオフサイドを名作とする意見もあるが、音楽学者の細川周平は1989年に出版したサッカー狂い時間、球体、ゴールの中でこうした学校を題とした作品群には、 ある一定の傾向があり、文切り型であるとして批判している。一方で、細川は、その対局にある作品として、シャンペンシャワーの名を挙げている。この作品では架空のプロサッカーリーグを題材とし、サッカー界のリアリズムの要素を描きつつも試合以外の、常生活を主体とし、ナンセンスなユーモアやギャグを交えた内容となっている。1990年代に入ると、 他のスポーツ作品と同様にノンフィクション的傾向が強まり、試合における戦術や個々の選手のテクニックを描く作品が増加した。また1993年の日本プロサッカーリーグ、J リーグ開幕と前後して、プロフェッショナルやナショナルチームの活躍を題材とした、俺たちのフィールドなどの作品が登場し、現実のサッカー日本代表選手の活躍、J リーグ開幕から、 フファワールドカップ初出場を果たすまでとリンクした作品となった。高校生年代を題材としたシュートでは高等無形な要素が残されたが、同じく高校生年代を題材としたファンタジスタでは意外性のあるプレーで相手を翻弄する芸術家タイプの選手をチーム戦術に組み入れ、その中でいかに活かしていくのかという現実的なテーマが描かれた。また、 中学生年代を描いたホイッスルでは無名の選手が努力し成長するといった王道的な内容が描かれたほか、ルールやポジショニング、心理面といったサッカー競技の特性についての詳細な解説も行われた。一方で、各年代別代表チームの国際大会での高成績や国外リーグで活躍する選手の登場などといった 日本サッカー界の急速な発展もあって、現実世界が空想を追い越していく、三浦和義や中田武志らの全盛期には、現実世界の方が魅力があったこともあり、漫画として、テーマを見いだせなかったと評する者も,もいる。この他実在のプロサッカー選手の生い立ちを扱った、作品も、多く作られた。こうしたノンフィクション作品は、編集部の主導により、 新人漫画家が作画を担当する傾向が強いが、中には、ベテランの部類に入る、漫画家が自ら掛け合い作画を担当する場合もある。2000年代に入ると、クラブ経営を題材とした作品や指導者を題材とした作品が登場するなど、多様化を見せた。2001年から連載された、オレンジでは、プロ2部リーグに所属する弱小サッカークラの1部リーグ、 昇格までの歩みを主題としつつ、経営問題やサポーター問題といったクラブを取り巻く、環境にも焦点を当てた。作者の野田達則は、オレンジの連載後もプロの世界におけるクラブ運の難しさやサッカー界を取り巻く、問題点、裏方の仕事を描いた様々な作品を発表している。2007年から連載が始まった、ジャイアンツキリングは、指導者を主人公としているが、 指導者を題材とした作品が登場した背景には、独自のサッカー理論や、練習方法などを駆使したマネジメント手法で刺された、イビツ・アシムの存在があると言われていた。ただし、特別に指導者の立地のみに焦点を当てるわけではなく、特定のクラブを取り巻く、多人数の登場人物の視点による、群衆劇が描かれてよ、同作品が連載されている、モーニング公式サイトでは、 サッカー漫画の新スタンダードと称している。この時代は漫画の持つブランド力や影響力が見直され、国内外から注目された時期でもあったが、ミッドフィールダーへの人材集中やフォワードの慢性的な人材不足や決定力不足といった日本国内のサッカー事情を漫画の影響によるものとする議論が湧き起こった。こうした問題を新たなフォワードを 主人公としたサッカー漫画を創出することで、読者像の少年たちに影響を与え、決定力不足の問題を解消させるべきという指摘もあり、2000年代末に入ると、フォワードを主人公とした作品が登場している。2000年代以降、インターネット環境の進化により情報伝達力が高まっており、目の肥えた読者に応じるために、サッカー漫画は、 他のスポーツ漫画と同様に現実的な試合運びや技術に関する表現描写進歩を遂げていると言われているが2013年10月31日付の日本経済新聞は2011年から連載が始まった BEE ブルーズ青になれを現実的思考の代表的作品として挙げている。また2010年から連載が始まったフットボールネーションでは ハムストリングや体幹といった身体能力に焦点を当て、日本と世界の選手間の差を解く内容となっている。一方、往年のキャプテン翼におけるエンターテイメント性を引き継いだ稲妻イレブンが小学生の間で人気を獲得しており、これをサッカー漫画における新たな潮流と位置づける意見がある。これまで女子サッカーを描いた作品は少なからず、 存在したものの、競技そのものへの関心の低さが反映された結果で、あるのかは定かでないが、長期連載に至る事例はなかった。競技として黎明期に当たる1978年から連載された、騒ぎよきは、不良者にミリタリー要素を取り入れたコメディ作品で、2009年から連載された作品で、中学生の女子サッカー選手を扱った、サヨラフットボールは、 当時の女子サッカー事情を反映した内容となっているが、女子であることを隠して男子の試合に挑む体裁をとっている。タブロイド誌の東京スポーツによれば、2009年から連載された週休少女では、読者層からの関心を得るため美少女キャラや萌えキャラを全面に配したが、2011年にサッカー日本女子代表が FIFA フフ女子、 ワールドカップで優勝し、女子サッカーへの関心が高まったことを契機に競技、そのものを扱った内容へと転換が図られていると、されている。イギリスでは架空のプロサッカーリーグを舞台とした、が、作家や掲載誌を変えながら1954年から半世紀近くにわたって連載され、人気を獲得した。この作品はイギリスにおいて、最も有名なサッカー漫画と評され、 ロイオブザ・ローバーズという言葉は解説者やファンにより記憶に残る勝利や信じられない得点を例える、比喩としてたたび用いられている。この他に、メガネをかけた太めな体型の主人公が瞬足を武器に活躍する、犯人犯魚のゴールキーパーを主人公とした、主人公が往年の名選手が愛用していたサッカーシューズを使って活躍する、などがある。 オランダでは1950年代にプロサッカー選手の世界を描いて人気作品となったコメディ作品のなどがある。ドイツではが1990年代から国内の専門誌や新聞などでサッカーを題材とした服の作品を発表している。また、日本の漫画作品を翻訳出版しているトキオポップのドイツ誌社ではという作品を発表している。 フランスやベルギーのフランス語圏ではフランス人選手がスペインの FC バルセロナで活躍する姿を描いたなどがある。ブラジルでは1932年にサッカーを題材とした漫画が登場した。同国ではディズニーのキャラクターでオウムをモチーフにしたホセキャリオカを主人公とした漫画が連載されているが FIFA ワールドカップの開催年にはブラジル代表のスター選手や監督らと 共演するる。ことがあるマウリシオでソ座ザは1970年代に世界最高のサッカー選手と呼ばれていたペレを少年風にアレンジしたというキャラクターを作り、1976年から新聞や雑誌上で作品を発表した。ソ座ザは1980年代にはアルゼンチンのディエゴ・マラドーナを少年風にアレンジしたディエキートというキャラクターを創作したが、 作品として公式に発表されることはなかった。総座は2005年8月15日にマラドーナが司会を務めるアルゼンチンのテレビ番組10番の夜にペレが出演した際にこれを記念してペレジーニョとディエニートの二人を共演させた。また2006年にはロナウジーニョを少年風にアレンジしたを発表した。 アルゼンチンでは九百七十一年から十年近くに、渡って連載された、ィック・エル・アルティジェロ、ディック・エル・アーティラーや、実在のアルゼンチン代表選手たちを擬人化した、動物たちに見立てて風刺し、ガティン・イエル・エキポ、ガッチン・ワリエル・アキポなどがある。メキシコでは九百四十二年ににより、エル・ディア・マンテネグロ、エル・ディア・マンテ・ニグロという作品が発表されたが、メキシコの日韓史、 は、世界初のサッカー漫画と評している。南アフリカ共和国では2001年に、という作品が発表され、2006年にアニメ化された。この作品は2014年の時点で、アフリカでは、南アフリカの他ナミビア、ボツワナ、ザンビア、ケニア、ウガンダ、モーリシャス、レユニオン、ナイジェリア、エジプト。ヨーロッパでは、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド。 アジアではマレーシアなどで出版されるなど世界的な人気作品の一つと評されている。サッカー選手の動作を描写することは比較的容易であると言われているが漫画として表現する際には野球漫画における投手と打者のように一騎打ちとなる局面が少ないためにキャラを立たせことが描きにくいと言われている。バレーボールやバスケットボールのように1チームあたりの スターティングメンバーが少ない競技や武道などの団体戦であれば、個々のキャラクターを特徴づけやすいが、それに対し、スターティングメンバーが11人、両チーム合わせて22人で試合を行うサッカーの場合は、主要登場人物以外に焦点が当たることが少なくなり、長期連載を起としていない作品の場合は、数人の登場人物をキャラ立てした上で他は、切り捨てざるを得なくなる。 また実際の競技では、ボールを保持して、パスやドリブルを選択する攻撃側の選手とそれを阻止する守備側の選手だけでなく、ボールに関与しない他のプレイエリアの選手たちの間でも試合の流れを左する重要なプレイや、駆け引きが行われているため、漫画のコマという限定された枠の中で、試合全体の流れを捉えることが難しい。 1980年代の代表的作品であるキャプテン翼では従来のスポーツ漫画やアクション漫画の決闘シーンの手法を取り入れごく限られた選手同士の必殺技の応酬に焦点を当てたがこうした手法は読者の情報量が豊富となった2000年代以降においては高等無形だとの評価もある一方で 実際のスタジアムの観客やテレビ中継の視聴者の視点に近づけてフィールド全体をうつぶしたような構図をとれば個々のキャラクターが見えにくくなってしまい実際の競技に近づけすぎても漫画としての魅力を失う結果となる以上の理由からサッカーを漫画として表現することは難しいあるいはサッカーと漫画の相性はかんばしくないと評されている プロリーグの関係者については、プロリーグや代表チームを題材とした作品を参照。連載作品、短期集中連載作品のみを記載し、単発読み切り作品は除外。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。